どうも、一応です。はい、今回はこちらでございます。ラッキー装備召喚、星6は魔法忍術攻撃を行う覚醒奥義付き装備が確定と。はい、こちら引いていこうと思います。前日の、物理のやつは1個だけ新規ですね。はい、いただきましたので、なんとかね今日もこちら引いてね、新規の覚醒か、ゲットしたいなと思います。はい、まあね、欲を言えば複数個欲しいんだけど、まあとにかく1個でもいいから新規。はい、量より質、まあ量も質も良ければいいんですけどね、それに越したことないんですけど、量よりは質って感じでね、引ければいいかなと思います。いきます、せーの、よいしょ。さあどうでしょうか。もうずっと1個続いてるからね、複数個欲しいっすよね。お、いいじゃない、いいじゃない。いきます、スキップ、よいしょ。はい、お、これは新規かな。おい、あれ、これわかんない新規だと思うけど、これは見たことあるな。これティナじゃないだよね。風か、まあまあいいでしょう。よいしょ、はい、いいね、いいね、 OK。 2つ新規もこれありがたいですね。はい、これはちょっと待ってね、これはありがたい。ヴィンセント、いいっすね。ヴィンセントチェイン持ちなんで、はい、これでチェイン打ちながら覚醒いけるな。敵単体に自身のステータスで種別が変わる15回連続の強力な炎無属性遠距離物理は魔法攻撃、炎まとい、限界突破レベル1アップ OK。 はい、使用回数無限、アビーブもう一回放つがついてて、ビースト状態、一定時間ステータスの一部をアップ効果中。一部って何なのかな。待機時間を短縮 OKOK。 まあ、あれか、なんだっけ、レジェンドマテリアみたいな感じかな、なんかビースト状態と、なんだろうね。まあまあまあいいでしょう、これはちょっとありがたいですね。戦力アップになったかな。きた、ナバートだ、これもありがたい。ナバートはシンクロ持ち、シンクロしか持ってないんで、これで進化、はい、揃いましたね、ナバート。これはありがたいですよ。はい、15回連続の闇単体、魔法攻撃、一定時間闇まとい、限界突破レベル1アップに、闇アビーを2回使用するたびに追撃とな。なるほど、それプラスデバフの効果もあると。 OK、 いいんじゃないでしょうかね。はい、アビリティ使用回数無限、アビーブもう1回放つ、敵単体に4回連続の闇無属性魔法攻撃、防御、魔法防御精神を短時間ダウンプラスデスペル。いいっすね、いいっすね、追撃ね。 OK、 よっしゃ、これはかなりいい引きだったんじゃないかなと思います、僕的には。そうっすね、はい、これはかぶりとね。よっしゃ、じゃあこいつら使ってなんとか高難度いければいいかな。ちょっとね、ちょっとだけですけど、モチベーション上がってきましたね。はい、まあこれからね、フェス本体、まあもう始まってんのかな、ちょっとどうでしょうか、明日からかな。はい、まあまあまあ、楽しんでいきたいっすね。はい、せっかくのねお祭りですし、年末年始ね、ですからね。まあ僕はちょっと年末年始も忙しいんですが、まあ時間見つけて高難度をね挑む時間確保できればなとは思ってますけども、はい、頑張りたいと思います。じゃあこれで終わりましょうか。そうですね、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。